調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍している方々にお話をお伺いします。本日のゲストは FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では後半はですね、 FC 東京のチームのお話をぜひお伺いしたいなというふうに思うんですが、はいはい、その前にまず石川直弘さんの今のお立場ですかね、はい、クラブコミュニケーターとして1年ちょっともう過ぎた、ね、そうですね、もう引退したのが2017年の、まあ、12月ですけど、はい、18年19年、だから3年目ですね。3年目ですか。もうあっという間に、はい、当初思い描いていた通り の、はい、そのお仕事といいますか、はい、こうできてるなっていうふうな実感もあるんでしょうか。いやもうそれ以上ですね、うん、まだまだ足りないところもあるんですけど、うん、ただ自分がこうクラブコミュニケーターとしてやりますって2018年のその新体制発表に伝えさせていただいたときには、多分みんな、何やるのっていう多分形だったと思うんですよ。まあ、自分の中ではその何やるのっていう興味を持っていただくのがまず一つ で、その中で自分が思い描いていたものっていうのは、まだまだこう発信できてなかったですし、こういうことしていきたい、ことしていきたいっていう可能性はあっても、まあ、それがもちろんスタートした時点では形にはなってないわけで、はい、なおかつ FC 東京にはそういう、部署というかものがなかったわけで、はい、もう自分がどんどん生み出していっちゃえばいいやっていう気持ちの中でやり始めたんですけど、はいはい、まあ、そういった部分では本当に今やっていることっていうのが多岐にわたりますし、うん、ただ自分の中でそのいろんなチャレンジだったり、まあ、現場に行っていろんな感じたことをですね、自分の中だけでとどめるのではなくて、まあ、いろんな形にこう発信をしていくというか伝えていくというか、 FC 東京のそのクラブとしての、まあ、それ価値にはつながると自分は思ってますし、はい、そのクラブを応援してくれている人たちにとってもやはりその新たな価値につながると、はい、まあ、そういった取り組みを今してますね。ということは確固たるこういうことをしなければいけないというのがあるんではなくて、はい、石川さんがこうやったことがもうクラブコミュニケーターの仕事としてこうついてくるみたいな、はい、そんなイメージなんですか。そうですね、うん、自分のやりたいことは引退した時に社長にブワーッと伝えたんですよ、うん、僕自身は、2015年の夏に膝を怪我してからですね、はい、まあ、そこから J1 の試合出るまでに、まあ、約2年半かかったんですけど、自分はその試合に出ることを最後を目標としていたので、うん、とにかくもうやりきることしか考えてなくて、うん、自分は2年半そのリハビリしてる中の2年ぐらいでちょうど引退を決めて、残りの半年でどうにかしても試合に出る、うん、で覚悟を決めて引退会見をして、うん、なんとか最後復帰できて、うん、自分の姿を示すことができて引退をしたわけなんですけど、まあ、そういった部分で言えばもう空っぽなんですよね、うん、で自分がもう空っぽになったんで、これからはもっともっとインプットしていく時だ、うん、でそのインプットしたものをこう一つ一つこうアウトプットしながらつなげていきたいって思いをこう社長にバーッと伝えてですね、うん、でクラブコミュニケーターっていうものができたっていう、うん、まあ、経緯なんですけど。なるほど、はい、さて次はチームの状態について、はい、まあ、見てる方もぜひお聞きしたいというふうに思っております、はい、昨年は本当にも残念な結果、はい、2位という形でしたけども、はい、キャンプも終わって ACL の予選も、はい、プレーオフも終わって、はい、いよいよこれからという時ですけども、今チームの状態はどういう感じですか。はい、そうですね、まあ、新しいことに今チャレンジをしています、はい、まあ、それはもう言葉でも選手たちもそうですし監督も公言しているんで、まあ、伝えますけど、はい、昨年のその 4-4-2 と言われるそのフォーメーションから、はい、まあ、もう少し攻撃で点数を取れるような、はい、まあ、4-3-3 のシステム、はい、まあ、細かく言うと 4-2-4-1-2-3 っていう形なんですけど、はい、まあ、ちょっと専門的になっちゃいますけど、はいはい、昨シーズンの失点が、まあ、リーグで言うと、2番目に少なかったんですね、はいはい、まあ、その中で、少ない失点を、まあ、継続しながら、うん、より得点を多く取るっていう部分で、うん、今年は昨年に比べてプラス10点はやっぱり取らないと、うん、優勝できないっていうところは昨年が45-6ですね。そうですね、はいはい、だからまあ55-6は点を取って、うん、っていう部分で言うと引き分けで終わってた試合を勝つことができたりとか、うん、まあ、その勝ち点1の重みっていうのは非常に感じましたし、うんうん、得点の重みも失点の重みも感じましたし、うん、そういった部分を、まあ、新加入選手も含めて、うんうん、まあ、同じその目標でというか、うん、ビジョンの中でこう戦い抜くっていうことを今植え付けてくれてますね、はい、石川さんがこう今までのこう準備段階を見ていてチームの今年はこういうとこ見てほしいなとか、はい、こういう選手に注目してほしいなみたいなありますか。
今チームの中心であった永井健介が、はい、まあ、怪我で今離脱中ですけど、はい、まあ、そういった部分で彼が戻ってくるまでの間ですね、うん、まあ、同じようにそのスピードを持って仕掛けることができるのは、まあ、新加入したダイウトン選手、うんうんうん、前線でいうと、まあ、少しフォーメーションが変わるんですけど、はい、あのダイウトン選手だったり、まあ、鹿島から来たレアンドロ選手、うん、で最近だとですね、昨シーズン J3 で得点を取った、はい、まあ、原太一、はい、まあ、彼がですね 4-4-2 の2枚の前でやってたんですけど、はい、今その3トップの少しサイド気味にいたりとか、はいはい、各選手の特徴がまたより生きるような形にもなってますので、はい、まあ、攻撃の迫力をぜひ見てもらいたいな、はい、ただその攻撃を支える上で、はい、守備の構築とバランスっていうのは非常に今細かくやってますし、はい、守備から攻撃の迫力と速さを見てほしいなと思います、はい、原選手といえば石川さんのラストゲームになった J3 での試合でアシストをしてゴールを決めたっていうあのホットラインがありましたね。そうですね、はい、昨年の J3 での得点王だっていう結果なんですけど、うんうん、まあ、彼は全く満足してないですし、うんうん、J1 でまだ何もやり遂げていないので、うんうん、今年にかける意気込みっていうのは非常に強いものがあると思いますし、うんうんうん、自分の思いも多分こう秘めて戦ってくれるんじゃないかなと思います、はいはい、なるほど。それからあの大学卒で楽しみな若手が3人加わりましたよね、はいはい、まあ、そうですね、まあ、本当に3人はタイプ的にもいろんなタイプであったり、はい、ポジションもそうなんですけど、先日の ACL で試合に出場したシュートなんかはディフェンスラインと攻撃のちょうど間のところで躍動するような、はいはいはい、であの雨のピッチの中でも、ドリブルでこう、ね、あの体は小さいんですけど、まあ、そういった形で攻守においてのこうつなぎのキーマンになりますし、出場はなかったんですけど最後は、うん、まあ、体は小さいですけど、うん、かなりキュンキュンこういくような、そうですね、彼もドリブラーですね、ドリブラーで、はい、まあ、身長は多分161センチぐらいなんですけど、まあ、彼が本当に出た時のそのアクセント、うん、まあ、特にあの、まあ、最初から出るっていうのは非常に厳しい競争争いがあるんですけど、ただ途中から出てもやっぱり結果を残せたり流れを変えられる選手なので、まあ、自分と同じポジションを彼がまあ今やってますし、はい、あそこの期待もあります、はい、まあ、あとは、まあ、穂高は明治から同じく入りましたけど、はい、サイドバックでかなりあの、まあ、室谷聖の後輩になるんですけど、はい、まあ、先輩の背中を見てですね、彼の良さっていうのはアップダウンなんで、はい、まあ、そこをこう運動量豊富にプレーしながら、うん、あの試合をやっぱりレベルの高いその J リーグの中での、うん、まあ、アジアの大会でももちろんそうですけど、うんうんうん、そういったところで経験を積めばかなり伸びしろのある選手だと思っているので、まあ、彼ら3人は本当に即戦力で、はい、入ってくれたなと思います。そうですよね、すごく過密日程になってますのでね、オリンピックがあるせいと、はい、まあ、ACL があるということで、はい、そうするとやっぱりこう11人だけではどうしても戦い抜けない、はい、ということもあるでしょうし、長谷川監督はどっちも取るんだと、そうですね、どっちもタイトル取るんだというふうにおっしゃってますから、はい、もう22人にレギュラーがいないとやっていけないというような感じだと思いますし、はい、でもそういう意味では本当に期待の若手もいますし、経験のある外国の選手も入ってきたということで、本当に今年は楽しみだなというふうに我々ファンサポーターも感じているんですよ、はいはい、だからもう本当に早く試合が見たいという感じで、そうですね、そのワクワクをこう取っておいてもらって、はい、1年目2年目、今年は長谷川健太監督になって3年目ですし、はい、まあ、ある意味本当にみんなが結果を求めている、はい、でなおかつ何をすべきかっていうのはずっとこう練習の時からですね、あの提示してくれているので、その中でのその選手の判断と監督がじゃあ最後試合を選ぶ上での判断、メンバーを選ぶ上での判断っていうのはもう揺るがないんですよね、うん、その質をいかにシーズン中に高められるかなので、そのベースは間違いなくあの1年目2年目でも作られてますし、うん、で今年期待したいのはやはり最後の最後まで優勝争いをした昨シーズン、その中でのあの悔しさ、うん、まあ、なかなかその目の前でその優勝を決められて喜んでる姿を最終戦で見るってなかなかないので、うん、まあ、僕も現場にいましたけど、うん、まあ、目を背けずにこの悔しさを絶対力にしてやるっていうふうに思いましたし、うん、まあ、何より選手スタッフ、まあ、監督含めてですね、まあ、ファンサポーターもですね、うん、そういう思いでいるっていうのが一番のこと、うん、強みかなと思ってます、うん、はい、最後にですね、はい、あの石川さんの今後について少しお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今はクラブコミュニケーターというお仕事をされてますけども、はい、その先、はい、
将来的なこう指導者みたいなことは思い描いていらっしゃるんでしょうか。まあ、いろんな可能性が自分にあると思いますし、はい、その可能性を自分の中で広げていきたいっていうのがあるんですね。まあ、今の活動もそうですし、まあ、指導者の勉強も、まあ、現場を持ってるわけじゃないんで頻繁に指導してるかといったらそういうことはないんですけど、うん、ただいろんな形でこう本当に幼稚園から、高校生大学生ぐらいまでの幅でピンポイントでですけど、いろいろこう自分の思いだったり、まあ、プレーをしてきた中での感覚っていうのを伝えさせていただいてますけど、はい、自分がどうなるか正直自分でも分かりません、うん、ただ今自分のできることを、はい、まあ、一生懸命、はい、一つ一つをこうやっていくことで、はい、次につながっていくっていうのは、まあ、現役時代から感じていたことですし、うん、まあ、そのスタンスに選手を引退しましたけど、はい、そのスタンスは自分の中では変わらないし変われないと思っているので、はい、もう今目の前のことをとにかく一生懸命、はい、そして楽しくやってですね、うん、そうやってやっていれば多分自分らしいこの先につながる、うん、でそこの姿に喜んでいただける、うん、多分応援してくださるファンサポーターがいて、うん、クラブがあって、うん、J リーグ FC 東京ってチームですけど、うん、ただそういう枠というか日本のそのサッカー界だったりスポーツ界だったり世の中にこう発信していけるような自分でありたいし個人もそうですけど、うん、FC 東京でありたいなっていうふうに思ってます。石川さんがこう喋る力っていうのがすごく現役の頃から力強いなっていうふうに思っていて特にこうコーナーキックを蹴られる時がありましたけど、はい、我々こうゴール裏に向かってですね煽るんですよねもっと声を上げろって、はい、ああいう力もそうですし昨シーズンの浦和戦の時のゴール裏に来て、マイクを握ってっていうのもですね本当に言葉の力があるなと思うので、はい、ぜひそれもこう現場でですね発揮するところを将来見たいなというふうに私は思っております。なるほど。ありがたいですね。はいはい、それではいよいよ、FC 東京も2020年のシーズンを迎えます。ホーム開幕戦いかがでしょうか。ニック期といってはあれですけども昨年新さんを舐めたマリノスを迎えてということになりますが、こう来たかと思いましたね、はい、もうでも悔しさがそのまま出せる機会だと思いますし、今自分がその試合のことをこうイメージしたりとか昨シーズンの最終戦のことを今思い返した時にですね、もう一瞬で今鳥肌立ちましたね。そういった日程も含めて昨年の経験も含めて全てが自分たちの力になると思ってますし、見に来ていただいている応援していただいている方に最初からですねいいスタート切れたっていうふうに思ってもらえるような、はい、まあ、そういう試合がしたいなっていうのはやはり一体感ですよね、はい、スタジアムの一体感を感じてほしいですし、うん、まあ、その一体感を作り出していきたいなというふうに思ってます、うんうん、はい、本当に開幕が待ち遠しい。ぜひアジスタをですね青赤で染めてですね、FC 東京とともに今年1年も戦ってまいりたいというふうに思います。本日は FC 東京のクラブコミュニケーター石川直弘さんをお迎えをしてお話をお伺いしました。お話を伺ったのは昼後信義でございます。本日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでもご覧いただけます。石川さんのお話の様子もご覧いただけますのでぜひご覧ください。これからも調布で活躍をされている方々にお話を伺います。ぜひお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。